19キロのスイカですよ、これ19キロ、すごくない？こんな大きいスイカ面倒見る人いるんだからね、すごいね。はい、この絵が全体のこの作りが可愛らしいよね、素敵だよね、これね。切りたくないけど、切りたくないけどスイカ食べないよ、これね。これなんかいいじゃないですか、これ置物としていいね、敷物として。すごいね、これ。どういうこと、なんなんお前、なんかこれが素敵、ね、切りましょう。これどうやって切ろうかな、あのここが傷んできてるね。3つに切ってみよう。これどうしても見たいですよ、これね。うわ、中まですごい、なにこれ、うわうわうわ、すごいね、これスイカって感じじゃないね、これ。初めてだな、スイカをこういう風に3つに割るの、すごいね。あら、いい音だこと。これでもすごいけど、ここにこれがあるんだよ。これ何、これ、これは一体何、これ。ちょっとアップにしようか。これはこれ、あぶでかいでしょ。これは何、これはすごくない、これ。これどう切り株じゃん、これ。すげえな、これ。ああ、いやいや、中がこれ美味しそうだな、すごいな。いや、これ初めての経験なの、このカットは。すごいな、これ。いや、これも見せとこう。これはないな、スイカ出されてこう、これでもう普通の感じだよ、これ。こう持ってきてこうだよね。これ元はどんだけのスイカなんだよって話だよ、これ。すげえな、これ。すごいですね、すごいとしか言いようがない、これ。八つ割りのとこ、八つ割りじゃねえな、何個割りなんだ、これ。12割りだ、これ。12割り。はあ、はあ、すごいね、感心しちゃうな、これ。これもう一つ割っといた方がいいかな、冷蔵庫に入れづらいんだよな。こういうふうに割っとこうかな、こう割っとくかね、また割っとこう。すごいな、これ。いくつ割りなんだよ、2、4、4パーと2、4、6、16割。八つ割りでも、このくらいが1個だよね。これ16割ってこんだけだもんね、倍だよね。あ、確かに19キロって言ったらこんな大玉の10キロの倍だもんね。すごいな。いや、食べようね。冷蔵庫、いや、全部入んねえな、これ。参ったな、これ。
ったよ。いろんなところの内臓を駆使しよう。ああ、下入るわ。下の冷蔵庫に持ってるところ。これ、あの大きさ知らなかったらさ、これをこうやってスイカ出されたらさ、どういう切り方したのよなんて言われちゃうよね。こういうもったいない切り方してんじゃないよとか怒られそうだよ、これ。これだけ見たらね。美味しくなかったから、人にあげてもあれだから、ね、食べてみようね。すごいね。これはいつものようにこっからこうやって真ん中から切ってってね、甘いところ全部いくようにね。これはもうどこうやって切っても、これは普通にこうやって切ってもいいもんね。どこも甘いところだから。うまい。あ、うまい。あんなでかいのにこんなに美味しい。うん。うん、これ100点のスイカだ。すごいわ。丁寧に育ったんだな、これ。いやいや、これなくなんねえじゃねえかよ。片付かないよ。ただいま朝5時15分、うん、これ朝5時15分にスイカ割ってんのはいいんだけどさ、いや部屋にさ蚊がいたのよ、私の部屋に。それで耳も、あれ耳にこう血管の匂いとか出るんだね、きっとね。耳にくるんだよね、ポーンって。だからさ、今隠れ線香つけてね、これ切り終わったら一回戻ってもう一回寝ようかなと思ってんだけどさ、もうでも起きちゃうな、これさ。畑の水分けにもするか。おいね、これ、まあ、ということで、うちの会社ではですね、従業員の皆様毎日スイカ食べております。私がさんの熊本、鳥取、千葉、いろんなところからスイカが届くんで、それをもったいないからさ、全部こう八割りにして冷蔵庫入れるじゃん。次から次に来るから、もう皆さんにあれですよ、朝ウェルカムスイカですよ、夏は。で、来たかったしね、持って帰んないスイカなんて。このサイズだったら持って帰りやすいからね。さっきのあれ丸ごと持ててよっても持って帰りづらいもんな。いや、すごいね、これ。昔20代30代の頃、もう大昔の話だけど、そうだったらもう見て見ぬふりしたね。誰かが切るまでは今日食べなかったね、この人は。丁寧になったね、俺も。
すげえな、これが1個のピザでこれだもんな。これはね、スーパーのね、店員さんじゃないんだから。よし、よし、かよし、これちょっと真上から撮ってやろう。おー、こんな感じで収まりました。撮れてんのかな、これね。きっと撮れてんな。はい、こんなで、へー、ただいまね。ほら、時計が少なるでしょ、上か。5時20分だよ、今。っていう見逃せない映像でした。